日本医療科学大学はこちらをご覧ください。まずは学習支援に注目してください。入学前から課題学習とセミナーによる入学前教育を行い、安心して大学の学びをスタートさせることから始まります。そして学生生活に入ってからも、基礎から高度な専門教育への学習支援プログラムを組み、国家試験の合格とその先にある社会で活躍する医療のスペシャリストを目指すため、学生一人一人を徹底的にサポートしています。次に注目なのがチーム医療教育です。高度化した医療現場のチーム医療では、患者さんに質の高い医療を提供するために、一人一人の主体性と協調性が求められます。そのため全学生が1年次後期にチーム医療演習を受講します。この演習の中で多職種への理解を深めることはもちろん、現場でのチーム連携や学生間の持続的な関係づくり、そして人間関係の調整能力を身につけ、チーム医療に対応できる力を身につけています。2021年4月には臨床検査学科が開設。病気の予防や早期発見を行う臨床検査技師を目指すことができ、これまで以上に学びのフィールドが広がっています。最先端の施設や設備が充実していますので、深い知識と高い技術力を身につけることができます。日々進化を見せる医療分野を支えるため、医療系の総合大学としてさらに厚みが増していますよ。